の日の夏に君と夏を過ごしたい。雨を浴びる白い雲を駆け上がりながら、気持ちあふれるこれまでの夏を離れてて暴れる恋をした。はいはい、いつもは見えない、
ありがとうございます。今日は機材トラブルのためマイクは使えないんですけど、地声で精一杯頑張ります。どうぞ楽しんでください。よろしくお願いします。汗だくになれる曲って他にあったっけ？それなんか、もう汗だくになれる曲の方がいいからじゃあこれにしよう。あっちこれは手拍子しやすいんじゃないかしら。これ走ったらアウトだね。間に合うかな。1分ってなかなかじゃない。小田急かな。小田急だね。よかったね。
もう一個アップテンポな曲あります。恋よ。どんな色も君と見たい。青い空の白い雲も。百年先もこの景色を描いていこう。ありがとうございます。川沿いの土手を謎に歩いて、毎日だから探し君と。Oh.
けた先に滲んだ思い出が待つ。あなたを知らない世界の方がずっと
人が一人でもいる限り、その人に向けて私は一生懸命自分ができる精一杯の音楽を届けていきたいと思ってますので、まあ、結果がどうであれ皆さんと一緒に楽しむ空間を作ることはもう間違いなくね、やるべきことだなやりたいことだなっていうふうに思うので、まずは初日7月10日ですね、東京、赤羽レニーアルファという会場でやりますので、よかったらぜひ皆さんお越しください。よろしくお願いします。ありがとうございます。では最後にトワニという曲を歌える方はぜひ一緒に歌ってください。 3,2,1 って言ったらテレビの前からいきましょう。キーはテレビの前です。いきます。 3,2,1 はい。テレビの前すぼまるめて好きなドラマを見てる君、ちょっとシャレた花を片手に今日君の元にたどり、僕の姿に気づき、たまらなく可愛い笑顔で僕の方を向いて優しくつぶやいた、おかえりなさいって僕らをぐっとそばに近づけるだから、ああ君だけに届くような曲をいつまでもいつだってさ僕は歌うよ。 3,2,1 はい。君と出会いした日は2,500万分の1の不思議、それ頭にはつかるけど、またそれはそれで大切だよね。何気なく見上げた昼空、綺麗に見えるはずなのにな、君がいない時は曇り空に見える、だからそばにいてね、ああ世界で一人だけど君という愛を見つけたんだ、皆さんでせーの、はいでいきましょう。いきます。せーの。あいつかした約束をやっと果たせる僕らになれたから、ああ好きな言葉だけでは表せないほどに君を抱きしめる。
ね、ツアーでは皆さんと一緒にこの曲歌えたらいいなと思ってまして、まあ、ネタバレですけど全公演に入ってます。なのでよかったらぜひぜひ皆さん会場で一緒に同じ時間を楽しみましょう。よろしくお願いします。今日本当にありがとうございました。